2階は何？なんか捧げられてる。ね、すげえ神々しいよ。そして供え物がタケノコとリンゴ。タケノコ好きなのか？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、イミミの館へ。いらっしゃいませ。ラクゼーションサロン、夕闇の館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回は、夕闇の空の下、真っ赤に染まったリリー村というところに訪ねてみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベルでもう一眠りなさる？もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、リリー村に出発。はい、リリー村に到着。え、なんか早速すごい。早速すごいよ。夢の世界へようこそ。あなたは今、リリーという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のリリーの世界をご堪能遊ばせ。なにこれ、恋？めっちゃ可愛いんやけど。超可愛くない？これ、やば。ここ好き。すごい好きなんやけど。テンション上がる。いいね。で、ほら、左右に、あ、こっち側に着替えがあるんやね。なるほど。よし、ということで着替えていきましょうか。なんか今石、お、なに、線路があるよ、横に。地面の参り坂すごいな。はい、じゃあ着替えていきます。じゃーん、こんな感じです。よき。よきよき。そしてほら見て、なんか線路が通ってあるんよ、この辺。面白い。いいね。なんかプレゼント置いてある。これは？中身は何でしょうか。豆や豆。なぜ豆？ なぜ豆なんやろ。わからんけど。とりあえず、これは線路をたどっていきよったらたどり着けるんかな。さあ、一軒目のお家は、こっちだ、こっちだ。お！酒。かっこいいね、なんか。日本酒あります。はい、それじゃあお邪魔しましょう。あ、家の人かな、今の。ね、なんかおったね、人。あ、ほら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 。一杯やってく？ どうもどうも、ちょっと一杯引っ掛けていきますか。バルカンさん。村長さんやね。はい、じゃあちょっと、この居酒屋にお邪魔しましょう。いいね、いいね。和風。めっちゃ和風。良きやん。日本酒もあるんやろ？ 私自身は日本酒とか全く飲まないけれど。はい、左の部屋へ。お、左側、これはどういう状態なんやろ、これ。なんか、なんか周り、お酒がめっちゃ置いてある。ここはなんか、酒蔵みたいな感じなんかな。でもなんかいろいろ飾られてあるね。なんか、由緒正しい、歴史の深いものがいろいろと飾られてあるんかな。ね、この辺もなんかボトルが、ん？なんだこのボトル、すり抜けるぞ。すり抜けるぞ。ちょっとびっくりした。ほい、そして奥の部屋へ。すごい、なんか奥はめっちゃドラム缶。そしてここもなんかいろいろ飾られてあるね。これは花？これはなんだ？花束かと思った一瞬。違うね。 後ろから見たらすごいなんかヤドカリかなって思ったけど、全然違った。 全然違ったよ。これはここで立ち飲みとかができるところなんかな。なるほど、なるほど。ほい、そして、右側の部屋へ。お、右側なんかレストランだ。レストランだ。なるほど。
お、何作ってるんですか？ピザかな？ピザ焼いてそう。パンかな？ここにパン置いてあるし。いいね、焼きたてパン。めっちゃいい。ここは何？クマさん。クマさんが相手なんかな？焼き焼き焼き。こういうところで美味しいものをね。最初これ、雪だるまファミリーがさ、めっちゃなんか何食べよっかなって選びよんかと思った。かわいくらびっくりした。あ、そっか、雪だるまのやつもこういう風にできるんやっけ。かわいい。はい、そして、2階へ。2階は何？なんか捧げられてる。なんか捧げられてる。貢ぎ物。神様？何の神様なんやろ？お酒の神様とかそういう感じかな。ねえ、すげえ神々しいよ。そして供え物がタケノコとリンゴ。タケノコ好きなのか？はい、そして地下へ。なんか地下は急に雰囲気違うね。ここはなんか自分の部屋かな？なるほど。なんか他の部屋が結構和風な感じやったりとか、神秘的な感じやったりとかしたけん、自分の部屋もなんかね、独特な感じかなって思ったけど、そこはなんか一般の感覚なんやね。ちょっとホッとする。ちょっとホッとする。え、このテーブルは？このテーブルは？リメイク？かわいい、なんか。ね、いいね、いいね。緑。そして、アロマポットに、ティッシュ。きっとなんか繊細なお方なんやね。花粉症とかになってそうな感じする。花粉症イコール繊細っていうイメージ、私の中で。まあね、私が花粉症じゃないからね、まったく。はい、そして、またちょっとこの線路に沿って、行きましょうか。はい、橋を渡って、すぐのところ。お！どうも。海賊や海賊。開運スポット巡ってみて。開運スポット？この中にあるの？お邪魔します。お！なになに？スズラン夜市？夜市？いいやん、夜市。夜市。夏になったら愛媛はね、毎週毎週土曜日にあるよ。土曜夜市っていうのが。毎週お祭りや。お、これは左側行けない感じか？あ、なるほど。入れないのね。ってことは、さあ真ん中。はい、真ん中。奥の部屋に。ああ、いいね、いいね。屋台？かき氷。かき氷にパフェに。ポップコーン。めっちゃ人並んどる。人というか、埴輪たち。めっちゃ並んどるやん。焼きそばと、お菓子。ここは何？服屋さんかな？いいね、いいね。やっぱこういう夜店とかってさ、めっちゃテンション上がるよね。いやー、なんかこう、普段、そんなに、絶対そんなに、お金かからんやろっていうものとかでも、なんか買ってしまうよね。こう、夜店の雰囲気というか、それを楽しみよるのが一番な気がする。まあ、でも、かき氷は安いけどね。一杯100円とかやん。高いところもあるんかもしれんけど。はい、そして、ん？右側の部屋もう行けないのね。はい、それじゃあ2階へ。埴輪たちの井戸端会議が。どんな会話しようんやろうね。ん？ 2 階はなんか壺が1個だけ置いてある。なんか不思議な感じするよね、こういうの。何かしら意味があるんかなって考えてしまう。え、ねえ、あれ何？このなんか、上に飾ってあるやつ。電気？な、見たことないんやけど、これ。何シリーズ？なんか、ドラゴンや、ドラゴン。ねえ、なんかあれ、ドラゴンになっとるよね。なんか、中華系の家具ってことか。なるほどね。か
かわいい。一瞬ちょっと唐辛子がぶら下がったのかと思ったけど。ほい、それじゃあ。開運スポットってもしかしてあの2階の壺が置いとるとこやったんかな。はい、そして、こうやって下に向かっていって、どっかになんか電車が止まっとったりとか、電車？列車かな？あ、びっくりした、行き止まりかと思った。あ！ごめんなさい、ぶつかった。時刻旅館へようこそ。時刻？時間ってこと？時刻旅館やって。一瞬、地獄かと思った。あ、ここか。時刻旅館、あ、そういう感じ？二つの黒に旅館って書くんやね。なるほど、なるほど。時刻旅館。そういう名前なのか。お邪魔します。あ、旅館だ、旅館だ。あ、みんな受付中？あ、有名人もいっぱい来とるよ。やっぱそういうところに泊まりたいよね。なんかこう有名人のサインとかがいっぱいある場所ってやっぱちょっと興味あるやん。あ、誰々さんも泊まったんやとか、誰々さんもこれを食べたのねみたいな。はい、それで左の部屋へ。お、左側はここはご飯食べるところやね。なるほど、なるほど。調理場ではなんかせっせせっせとご飯を炊き、魚をさばき、洗い焼け。思ったんやけど、洗い焼けってさ、方言？方言なんかな？普通に、食器洗い？なんて言うん？標準語は食器洗い？洗い焼けって言うんやけど。あ、天津飯。私の好きな天津飯。いいね。はい、そして奥の部屋。奥はあれか、お風呂だね。あ、ここにトイレがあるの？なるほど、なるほど。大丈夫？入ってるんじゃないよね。そして、お風呂。いいね。シャワー。シャワーだけで済ませるのもいいけれど、きっちりきっちり湯船に浸かるのも良きよ。なんかあの、入浴剤とかそういうのを使って、お風呂に入ってみたいなっていう気持ちがありつつ、小さい頃なんか入るよって気がするけど。なんか最近面白いのとかさ、おしゃれなのとかいっぱいあるやん。一応なんか人からもらって入浴剤持っとんやけど、私シャワーだけで済ませてしまうけんさ、全然使ったことないんよね。はい、それじゃあ右側へ。あ、右側は部屋だね。お客様用の部屋。いいね。ベッドで寝るのもいいけど、やっぱり布団も良き。布団も良きかな、良きかな。なんか最近のトランクってさ、すごい軽くてびっくりするんやけど、中めっちゃいっぱいね、ぎゅうぎゅうに物入れても超軽くない？持ち上げたら。え、どうなっとんのみたいな。中ちゃんと物入ってますっていうレベルなんやけど。はい、それじゃあ、2階へ。お、2階は、え？ 2 階はなんだ？何が行われるのこれ。裁判とか行われないよね。なんか最近ちょっとね、逆転裁判めっちゃ見よってさ、アニメのやつ。なんか、ちょ、それで脳が毒されている。あれな、私ゲームでさ、ゲームで全部やったんやけどさ、それでもやっぱりアニメになったら面白いよね。よきよき。こういうなんか建物の中に自然がある感じ好き。さあ、そして、またちょっと線路の方に戻っていきますか。時刻旅館も回ったことだし、あ、あとはあっち側だね。ん？でも、あ、こっちでも道続いとるね。オッケーオッケー。さあ、ここを通って、はい、また線路に戻ります。で、たどり、な、このちょいちょいある池がものすごく好きです。あれ？これめっちゃ通り過ぎとるやん。超通り過ぎとるやん。ここか。ここだわ、ここ、ここ。はい、ここのお家の方はいないね。ってことは中か？お邪魔します。
お、服屋さんや服屋さん、おしゃれ。いいね、こういうの。あ、どうも。なんかすごい個性的な服着とる。超なんかガラガラやね。観光楽しんでね。どうも。ここはあれか、村全体が観光名所みたいな感じになっとるってことかな。良きやね。おしゃれーい。でもこういうなんか大人っぽい感じの服がさ、なんか、ウィンドウとか並んどる部屋店ってね、なんかちょっと入りづらいんよね。もうちょっとなんかカジュアルめの服を置いとるところとかやったら、結構スッて入るかもしれん。まあ私自身がね、こういう感じの服をあまり着ない。着たいなって思ったりもするんやけどさ、やっぱこう何、モデルさんとかが着て写っとったらなんかすごいよく見えるけど、やっぱ自分が着るとなったら違うかな、みたいな。あるよね、そういうの。あ、奥に。レジ担当の人は別でいるのね。なるほど。君は売り子さん？あれやね、よくこうやって、服とかを見よったら、いらっしゃいませーって近づいてくる感じの。何かお探しのものありましたか？みたいな。私あれあんま好きじゃない。近寄って来られたらなんか、あ、何も全然大丈夫ですって店を出ていくタイプだから、ね。やだな、ああいうの。店の人も仕事やけん仕方ないけど。あ、ここはお店の人の部屋か？どっちだ？レジ？ではなく普通に接客の方かな。レジの方が多分雇われのアルバイトくんやね。いなかったりよ、犬。いいね。かわいいかわいい。いや、ペットはやっぱいいよ、飼うのね。もうなんか、癒されるもんね、おって。バイトから帰ってきたり、学校から帰ってきたりしたときに、特になんか犬とかはね、出迎えてくれるやん、めっちゃ。猫はなんか、あ、はいはい、帰ってきたのね。で、みたいな感じで、すやっと寝たりとかするけど、マイペースやけど、でもなんかね、両方飼っとるけど、両方可愛いよ。あ、これあれなん、だらしない格って上にティッシュとか乗っとったんや。で、新聞とかしか見えてなかった。ね、よく見たらなんか面白いよね、ああいうの。またなんか移動しとる。服の整理とかしよったんやね、きっと。でもこういう服屋さんとかでめっちゃ思うのが、なんかお客さんさ、結構なんか、服とかさ、ぐしゃぐしゃにして戻したりとかせん？なんかああいうの絶対大変やろうなって思うし、絶対イライラするやろうなって思う。特になんかセールとかでさ、ワゴンの中に入っとるやつとかもうなんか嫌になりそう。でもあれはぐちゃぐちゃのままなんかな？どうなんやろ？最初の状態がちょっとよくわからんからな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか村のさ、この外の地面のマイデザーが好きすぎる。